沢流星が K1 を辞めると。でもその原因はやっぱあれかな、ね、うん、MMA の方が圧倒的に競技人口少ないから、ね、アオリアちゃんとやった方がいいよね。皆さんこんにちは、生沢純チャンネルです。ちょっと見ました、浅沢流星が K1 を辞めると。ツイッターで見ました、びっくりしました。衝撃的ですよ、はい、だってもうあれでしょ、浅沢流星だったら木村実、まあ、タケルもそうでしょ、アンプルキアも多分受けるでしょ、これ。そうですね、もう本当に K1 もスター選手みんなどんどんいなくなっちゃいますよ、うん、ライジンに行くのかな、まあ、そんな感じはそんな感じするよね、うん、YouTube とか見ても MMA がどうのこのっていうんで、やっぱね、K1 と総合格闘技この歴史をたどると、まず K1 できて、でその後プライドができて、人気がこう二分して、で K1 が全部持ってって、でプライド消滅して、その後 K1 消滅して、でまた新生 K1 ができて、ちょっと K1 がちょっと優位になってるところで、うん、その後にライジンができて、ね、ライジンがこう水面下で頑張ってて、大きい会場やってやってたけど、別にそんなに人気がある感じでもなかった、うん、朝倉兄弟が出てきて人気が爆発してきて、でそれと同時に K1 の方の人気が落ちてきてっていう感じなのかなと思うんだけど、完全に多分ライジンに持ってかれるのかな。木村実のね、ボクシング行くって言っときながら結局あの猪木の興行に出るみたいだから、うん、竹原さんも怒ってたね、 YouTube で、うん、あいつはしょうもないと、ボクシングで強くなりたいからちょっと教えたのに何も言わないで勝手に記者会見ですねって言って、弟子のためだから仕方ないかもしれないけど一言相談してくれてもいいんじゃないかなって言って、うん、木村もねよくジムコロコロ移籍してるから、まあ、そういうところはちょっと適当なかもしれないね、ちょっと甘っちょろいかななんて思いますけど、平本でもねそうだよ ね、まあ、そうですね、平本、木村、アスサート、うん、K1 のこうちょっとやんちゃな感じのヒールで面白い子たちが辞めちゃって寂しい感じですよ、うん、やっぱでもその原因はやっぱあれかな、ファイトマネーだろうね、うん、ファイトマネー K1 安いからね、食っていけないから、うん、これは本当にね、この知名度に対してファイトマネーが合ってないんだよね、うん、K1 っていうブランディングに対してファイトマネーが合ってなすぎてきつい。まあもちろんね、興行主が儲けるっていうのは当たり前なんだけど、もう少しね、なんか例えばこのファイトマネーに対してもうちょい色をつけるようなことをやっていくとか、なんかしないとやっぱり選手の流出っていうところはきついのかなとか、まあ、俺が K1 出てた時は契約の縛り3年だったんですよ、うん、3年間多団体出れないみたいな、多団体出る場合は罰金を払うっていう感じだったんだけど、最近1年に変わったみたいで、タケルもそうだし流星もそうだし、みんな1年で区切りを満期の100人っていうんでやめてますね、うん、まあライズとかもそうだし、キックボクシングどうなんだろうね、これからどうなんですかね、まあ、熱なくなるってことはないだろうけど、うん、こう今までみたいな盛り上がり方っていうのは、うん、ここないよね、なかなか。なんかもうスポーツって感じですよね、うん、大臣はどちらかというとエンターテインメント。そうだね、うん、まあでも K1 も100年続く K1 を作りたいって言ってるから、まあ、それでいいかもしれないんだけど、ね、なかなかやっぱスター選手いないっていうのは寂しいなと、うん、でそんな中であれですね、ワンチャンピオンシップ、うん、ワンチャンピオンシップのキックボクシングだけはファイトマネーめっちゃ高いらしいんだよ、うん、数百万数千万でもらえて、で今タケル君がやろうとしてるような噂によると世界対日本みたいな、そういうことをやりたいみたいな、うん、もしかしたらワンチャンピオンシップとタケルはロッタンとの試合がどうのこうのとか言ってるから、ロッタンはワンチャンピオンシップのチャンピオンだから、タケル対ロッタンを筆頭にザ・マッチみたいな感じで、うん、その流出組対ワンチャンピオンシップなのか、それとも K1 が提携してワンチャンピオンシップと戦うのかっていうのはすごく面白そうだよね、うん、でもね、知ってます、ワンチャンピオンシップはめちゃくちゃ強いよ、うん、めちゃくちゃ強い選手が多分 K1 勢本当に全滅するぐらい強いと思う、うん、やっぱりね、ファイトマネー高いからマジで世界中強いやつが集まってて、マジで強い、70キロとか本当に怪物みたいなやつらしかいないから、うん、ちょっとこれきついかなと、和島くんが今チャンピオンでしょ、やっぱちょっときついかなと、グレゴリアンとかシッティチャイとか、本当にね、スーパーポンとか、もうその辺もみんな強い選手がいっぱい集まってるから、ちょっと結構きついかなと思うぐらい強いんだけど、他にもね60キロ台の選手とかも
強い選手が結構いて、でもワンの場合でもムエタイルールが結構多いんだ。オープンフィンガーで、うん、あの肘打ちありのルールっていうのが結構トレンドなんだと思うんだけど、本当にでも強い選手が多くて、その辺のね、対世界の対抗戦っていうのもちょっと面白い、決まれば面白いのかなと思いますけど、うん、まあまあ K1 運営もちょっとあれですね、もう少しファイトマネーが上がるように何か仕掛けを作ってあげないと流出しちゃって、僕はもともと K1 出てたんで、こうやってなんかこう人気が落ちていくのはちょっと寂しいなと、個人的に思いますね。ちょっと肩入れしちゃう部分もやっぱあるから。かつて世界一でしたね。そうね、 K1 が本当に立ち技では世界一って言われてたんじゃないかなと思うんだけど、本当に今だと日本の大会になっちゃってるし、まあ、お金がないからやっぱ海外の本当の強い強豪も呼べてないしね、やっぱりどうなんだろうね、経営体質がね、ちょっとその辺が深く聞けてないのかわからないけど、でも選手のやっぱファイトマネーを上げてあげないと、で、まあ、もうインターネットが、ね、あるから、もうそれぞれがそれぞれ発信してるじゃない。そうそう、俺ファイトマネーこのぐらいもらってるよとか、やっぱライフスタイルが見えちゃってるじゃない。そうですね。そうするとやっぱどう考えてもやっぱライジン出てる選手の方がちょっと生活レベルが高い感じがやっぱ SNS 見て見えちゃってるから、やっぱ K1 さんもそれを作っていかないとなかなか厳しいのかな。何なんだろうね、 PPV とかをもっと売り出せばいいんかね。新生 K1 の時って地上波でドキュメンタリー的な番組とかあったじゃないですか、うん、僕は結構あれ見て K1 好きだったんです。あ、なくなったもんね、夜中やってた新 K1 伝説もなくなっちゃったじゃん、はい、確かに、ね、YouTube でやってほしいですけどね。アオリアちゃんとやった方がいいよね、うん、動画作んないとやっぱりストーリー性生まれないからね。ライジンはありますか、ライジンコンフェンションみたいなやつあるじゃん、はい、あ、やっぱそう、確かにそれ大事だよね、欲しいですね。その辺でやっぱりコンテンツ作りをもう少し K1 もしっかりやっていくことによって、うん、でライジンコンベンションとかだってあれだけでも結構再生取れてるじゃない。そうっす、ビビったらもんかもしれないけど収益化もちゃんとできてるだろうし、うん、それもでかいよね。K1 もやっぱそこのところでね、ファイトマネーもあとプラス50万は払ってあげないと、うん、今のファイトマネーだとせっかく K1 ってものに出れたのにファイトマネーの安さでみんなやめちゃうよね。K1 だけじゃないんだけどね、多分ライズもロックアウトもレベルスとか他の団体も基本的にキックボクシングってファイトマネーが安いんですよ、うん、だから本当ね、自分の子供が格闘技やりたいって言ったらね、キックボクシング教えるのが一番できるんだけど、あんまやらせたくないよって金にならないよっつって、海外だったら金になるんだけどね、シンガポールワンチャンピオンシップ、日本だとお金にならないんだよ、キックボクシングってね、はい、マーケットがちっちゃすぎて、競技人口はいるんだけど、うん、おかしいんだよね、MMA の方が圧倒的に競技人口少ないからね、どう考えてもやんないじゃん。なかなか田舎行けば行くこともジムないじゃん。キックボクシングって田舎でもめっちゃあるじゃん。めっちゃいます、女性もやってる。そうそうなんだよ、 MMA やんないじゃん、子供もやんないじゃん基本的に。って考えると圧倒的に競技人口少ないんだけど、キックボクシングの方が多分お金を出す禁酒みたいな人が少ないんだと思うんだよね、うん、キックボクシングのビジネスモデルが悪いのか、それでもキックボクシングの興行を作ってる人たちがの頭が硬いのか、うん、それはちょっとわかんないけど、やっぱね、確かにボクシング MMA の方が子供たちに格闘技やらせるんだったらお金って読めると夢があるなとは思っちゃいますよね、まあ、今日はね、そんな現実的な K1 の話からお金の話までしてしまいました。皆さん、まあ、キックボクシングでもしっかり食えるような業界を、キックボクサーの今いる皆様がその業界を作っていくと思うので頑張っていきましょう。ありがとうございました。